茨城おもしろ研究所すぐに使える茨城県会話。さあ始まりました、すぐに使える茨城弁会話のお時間でございます。しりめつれつ、しりけつけつ、は講師の山中隆俊です。アシスタントのデレ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 スクです。お願いします。はだよ本当に先生。はい、しりけつけつと3人とも、はい、さあというわけでございまして、今回ピックアップする茨城弁は意思系でございます。意思系、まあ意思恋とか、まあ意思系とか、そんな感じですね。なるほど。日本語に直しますと汚いとか出来が悪いとか、まあ出来損ないとか、まあそういった意味になっております。なるほど、なるほど。何につけるかによって全然意味が変わると言いますか、はいはいはい、まあ、基本的にはこう否定的な意味なんですけども、はいはいはい、例えば車に石っぽい車となれば、はい、まあ、ボロいとか、あ、まあ、古いとか汚い、はいはいはい、まあ、石っぽい顔とかってなれば、はい、まあ、不細工的な意味合いになったりとか、あ、なるほどなるほど、何につくかでちょっとずつニュアンスが変わる、まあ、どっちにしろ否定的な意味という感じでございます。なるほど。英語に直しますと、ラガティ、ラガティ。なるほど。さあ、それではこの石系、石恋、日常ではどのように使えばいいのか、まあ、とあるね、マイホームを建てた方と、そこに遊びに行ったお友達の方の VTR で学んでいただきたいと思います。はい。ご覧ください。マイホーム買ったから遊び咲こうっつって住所送ってきたあげっと、この辺さしてっと、どこにいやんだっぺよっ。おお、驚いだ。おめえこんなとこで何やってんだ。これが俺のマイホームだよ。これ家であんめよ。家だよ。ずいぶん石系家だこと。そう？俺結構気に入ってんだけど。石系ベニヤ板貼っ付けただけだっぺよ。これで十分だよ。そもそも屋根もあんめよ。屋根ならあるよ。じゃーん！それ傘だっぺよ。これが屋根になるの。ほらね。ずいぶん石系傘だこと。いいから早く上がりなよ。いや、蹴るわ。え？帰っちゃうの？はい、見ていただきました。いや、ちょっと先生、これも意思系とか言うか、はい、そもそも家なんですか？どうなんでしょうね。いや、板な気がしましたけど。板です。板も石濃かったですからね。傘も相当石濃かったですね。さあ、それではですね、この石系石恋の正しい発音を学んでいただきたいと思います。はい、 Repeat after me。 俺家の孫が初めておずよこさえてくれたんだ。ずいぶん石系おずよだと思ってカッポッチした。俺家の孫が初めておずよこさえてくれたんだ。ずいぶん石系おずよだと思ってカッポッチした。俺家の孫が初めておずよこさえてくれたんだ。ずいぶん意識おずよだと思ってカポッチした。俺家の孫が初めておずよこさえてくれたんだ。ずいぶん意識おずよだと思ってカポッチした。素晴らしいです。あ、よかった。で、結構いろいろな茨城弁を散りばめた、はいはいはい、長文だったんですけど、はい、バッチリ言えてました。いや、言えてよかったです。よかったです。これちなみに先生、これはどういう意味なんですか？あ、これはですね、私の孫が初めてお味噌汁を作ってくれたんだ。はい。ずいぶん出来が悪いお味噌汁だと思って捨てちゃった。何言ってんすか先生ね、これ。
こういう意味です。いや、こういう意味じゃなくて、はい、いや、例文ならもっといい意味でいいじゃないですか。はい、初めて孫が作ってくれたやつは、多少まずくてもうまいって言えばいいでしょ、それ。あ、でも、だからそういう感情が欠落したタイプのおじいさん。どんなおじいさんをモデルにしてるんですか。はい、まあ、というわけで、次回は何をピックアップするのでしょうか。シャッケー、またねー。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。お願いします。皆さんは初めて孫が作ってくれたお味噌汁、まずかった時どうしますか。美味しいって言って飲むよ。